若い人で離職する理由なんかを調べてると、やっぱ仕事の面白みが分かる前になかなかそこまでたどり着かないので、辛いところだけがこう印象に残って、辞めてしまうと。技能をいち早く身につける、そのための特に一番基礎的な部分っていうのを、いわゆる技を見える化して覚えやすいような、そのための教材を作ると。ここのところを改善してあげればだいぶ定着率っていうのも上がるんじゃないかと。この女性が今壁を塗っていますけども、この女性は実はプロでも何でもなくて千葉原工大の大学院生、これまだね数値化する前のやり方ですけども、この上手い人の、やり方をビデオで学んで、で自分の姿をそれを、リアルタイムでスマホで撮影をして、それで自分のがどれくらい、どこが良くないかっていうのを見る。2時間半日のレッスンを2回受けて、その後の姿がこうなっているということです。この動画はですね、熟練の職人と、まあ、若手で、まあ、それなりのレベルに達している人をこう比較をしたものです。肩と膝にマーカーがついてますけども、これの軌跡をたどって数値化をする、それから2人の動きの違いを見るという、まあ、そういう解析です。側面から見てみるとですね、若手の人になりますけども、こう前のめりで、しかも体全体が安定してないっていうことが見て取れると思います。要するに立体的に見てみるとその違いがよくわかるということだと思います。これは左が左官、右が塗装なんです。で、職種が違ってもこうベテランっていうのは下半身をしっかりと使っていて上半身が安定しているという、 こう体の使い方がほぼ一緒なんだと、これは実は発見だったんです。やはり適切で合理的な動きっていうのをマスターして生産性を上げる、それから建設現場では割と腰を悪くしている人とか、そういう人も多いんですけども、最初からですね、正しいこう体を痛めないような姿勢でこう作業ができるようにする、それは結果としては、長くその仕事を続けられることにも、なるわけですから、そういう点でも何かのお役に立てるんじゃないかなと思っています。研究室としては、日本の伝統的な機能使い方っていうのは分かりながら、かつこのものづくりの重要性っていうのも、理解してもらう、まあ、そのために学生はこう研究室でこう実際のものづくりをすると、まあ、そういうことをやってるわけです。今までこういう発想の研究が建築にはほとんどなかったです。でスポーツ科学使うとまだまだ奥は多分深くて、いろんなことができるのではないかと、まあ、そういう可能性を感じているところ。